と何？爆発？おや、瑞希、今日は学校に来ていたんだね。あ、ルイ、今の音、もしかしなくてもルイの仕業でしょう。今度は何を爆発させたの？まるで僕が以前も何かを爆発させたような言い方だね。空気圧の実験でうっかりグラウンドをえぐってしまったことくらいしかないのに。いや、それを爆発したって言うんじゃん。っていうか、司先輩の前髪を焦がしたことあるでしょう。いやいや、あれこそ爆発というよりは発火現象の一種で。とりあえず言い訳は先生にしなよ。じゃあ僕は共犯って疑われないうちに逃げ。まだ話の途中じゃないか。何を爆発させたのか興味があるんだろ。いや、興味はあるけど先生来ちゃうし。もうルイ、分かってやってるでしょ。何のことだい？せっかくだからじっくり教えてあげるよ。